去年7月から休館中のスケートリンク、パピオアイスアリーナ、来年2月の再開へ向けて、行政も支援の手を差し伸べますやっぱりこうパピオで、あの多くの子どもたちがね、その練習できなくて残念っていう声も私もあの聞いてましたし、あの子たちがみんなまた笑顔になって、よし、頑張ろうと、目標を持ってしてくれることをね、あの考えると良かったなというふうに本当に思います。 福岡市の高島市長はきょう行われた記者会見で休館中のパピオアイスアリーナの改修に対し支援をする意向を明らかにしましたリンクの改修費はおよそ5億円と試算されていて運営するサイブガスグループは再開に向けて行政に支援を求めていました関係者によりますと福岡市と福岡県は改修費の半分を折半する形で それぞれ1億2500万円の補正予算案を9月議会に出す方針で調整していて再開は改修後の来年2月を見込んでいるということです。